アトラース。アトラースは、ギリシア神話に登場する神である。日本語では長母音を省略して、アトラスとも言う。曲をもって知られ、両腕と頭で天の早急を支えるとされる。名前は、支える者、耐える者、歯向かう者を意味するコイン王語に由来する。ティーターン親族の一柱のイーアペトスと、オーケアノスの娘クルメネー、あるいはアシアの息子。 プロメーテウス、エピメーテウス、メノイテオスの2位。アルカデアのキュレーネーにおいて、オーケアノスの娘プレイヨネートの間に、プレイアデスと称される7人の娘、すなわちマイア、タイユゲテイステロペイメロペイケライノー、アルキオネー、エーデクトラーを設けた。ヒュギーヌスによれば、他にも、ヒュアスたち、ヒュアデスという5人の娘たち、さらに、ヒュアスという息子を設けた。 またウォーケアノスの日であるテイティウスとの間に女神、カルプソウを設けた。ティーターン親族がゼウスたちとの戦い、ティーターのマキアーに敗れると、アトラースはゼウスによって、世界の西の果てで天空を背負うという役目を負わされることとなった。この役目は、アトラースにとって苦痛を伴うものであった。そして後に、英雄ヘイラクレースがアトラースを頼って訪れてきた。 彼は、エウリュステウス王に、ヘスペリデスの庭園から、黄金のリンゴを取り、ミュケーイへ持ち帰るよう命じられた、ヘイラクウスの十一番目の工業のだが、肝心の庭園の場所がわからなかったため、コーカサス山に縛り付けられていたプロメーテウスを、救い出し、彼に助言を求めた。そして、彼からアトラースのところへ行ってみてはどうかと言われたので、ある、アトラースは庭園に住むヘスペリスたち、 ヘスペリゲスの父であった。ヘイラクレースから黄金のリンゴを手に入れたいと相談されたアトラースは自分が天空を支える重荷から逃れたいこともあり、ヘイラクレースに対して自分が庭園に行ってリンゴを持ってくるからその間天空を代わりに支えてほしいと頼んだ。こうして天空をヘイラクレースに任せたアトラースは庭園に行き、リンゴを持って帰ってきた。しかし、 再び天空を背負うことが嫌だった。彼はヘイラクレースに対し、このままリンゴを見受けないまで届けてやるから、もうしばらく天空を背負っていてくれと言った。もちろんこれはアトラースの企みであった。ヘイラクレースはそのことに気がつき、逆にアトラースを騙すことにした。彼はアトラースの言うことに納得したふりをしつつも、このままの背負い方を続けるのは辛い。 どうすればもう少し楽に背負えるか教えてほしいと言った。結局、この言葉に、アトラースは騙され、彼が天空を背負って、見本を見せている間に、ヘーラクレースはリンゴを手に取り、エウリュステウス王に渡すべく、ミュケーナへ行ってしまった。こうして、アトラースは再び天を背負うことになった。なお、この他、アトラースがリンゴを持って、ヘーラクレースのところに帰ってきたとき、 しぶしぶではあるが自分で再び天空を背負い、平楽レースにリンゴを渡して帰らせたと語られることもある。別の神話によれば、メデューサを討伐したペルセウスがアトラースのもとを訪れたとき、ペルセウスが持っていたメデューサの首により、アトラースは石と化すこととなった。なお、その経緯については、諸説あり、天を支えるという重荷に耐えかねたアトラースが、 ペルセウスに頼んで、メデューサの首を見せてもらい、石とかして、重荷から解放されたという話や、ゼウスの息子が将来、自分の黄金のリンゴを奪いに来るだろうと聞かされていた、アトラースが、自分を訪ねてきたペルセウスを追い返そうと、あるいは殺そうとした、ペルセウスは、ゼウスとダナエイトの間に生まれた子であったため、逆上したペルセウスによって、石とかした話等がある。そして、 アトラースが、石となった名残が、アトラス山脈であるという。これ以外に、プラトンの、クリティアスという書には、この巨人と同一人物なのか、同名の別人と見ているのか、あるいは異約の結果アトラースの名前を当てはめたのかは、不明だが、ポセイドーンがクレイトーという女性の間に十名の、息子を設け、その長兄がアトラースであった。という神話が出てくる。詳しくは、 アトランティスの郊を参照。地図帳をアトラスと呼ぶのは16世紀にメルカトルが地図帳の表紙としてこのアトラースを描いたことに由来するという説があるが1595年の初版において実際に描かれているのはギリシア神話をおいて世界で最初に地球儀や天球儀を作ったとされるマウレタニア王である。 メルカトルのアトラスの表紙が神のアトラースに変わるのは1636年版からであるという。アトラスの名は1950年代末から60年代初期にアメリカが開発した最も古い大陸間弾道弾に用いられたが、1960年代になると宇宙開発に転用され、人工衛星やマーキュリー計画の有人衛星打ち上げ、ロケットとして使用されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。